やばいやばいやばい。やばいやばい。敵が来る、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 あー、ブレー。あれ？何ダメージ食らわんのかこれ。何ダメージ食らわんかんだな。 なんだ。あ、この後か、問題は。あ、いけるわ。そんなに気にするほどの高さじゃなかったんやな。寝よ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。よっしゃー、前回のパートに言っていた通り、今回は多分やけどね多分やけどね、多分やけど進撃していきたいと思いますよ。あのこっち側なっちこっち側のね、この向こう側にある洞窟やらなんやらいろいろ進撃していきたいと思いますよ。楽しみですね。その前にちょっとね、あ、こっち見てた方がいいかな。ここら辺見てくださいよ。ここら辺にあった石炭とかいろいろ全部確保してきましたよ。これ一つも見つからないですよ。頑張った頑張った。これをオフの時に頑張った。なかなか頑張った、自分でも頑張った。結果これですよ。たーん。まずね、コメントでなかなか言われていた通りね、こんな感じで医師のなんとかシリーズを作ってみましたよ。医師の剣とかね、医師の斧とか、医師の鶴橋ね、とうとう作りましたよ。これがまた効率が良くて、もう医師の斧とか使い始めたら木のなんとかは使いたくなくなるんでもってね、これを使ってとうとう、これ、鉄鉱石も作ります。もう確保しましたね。これを作って、鉄を作るわけですね。でもって、剣もまあ、進撃するわけですから、こんな感じで作っておきました。あとそうですね、説明するといえば、まあ、道具ですか、松明も用意しておいたと。あとなんだろう。まあ、食料は、いや、使うかわからない。ゾンビ肉もちょっと併用してね、かぼちゃは食えない。まあいろいろ素材を集めてですね、木材とかも集めて、今いろいろよりどり緑な状態になっております。とりあえず最初はこの鉄鉱石をこれにかける精錬する作業に移りたいと思いました。よく見たら木材ないとダメじゃない木材じゃないとダメ、木材ないとダメじゃない、これ。よっしゃ、いくねー、レッツゴー。燃えているぞ、かまどが燃えているぞ。煽っておく。とりあえず喋ることないから、わあ、煽っておくのさ。来るぞ来るぞ、来たー、鉄インゴット。実績解除で金属を手に入れる。来たね。どんどん作れ、どんどん作れ。これはなかなか時間がかかるけど、どんどん作れ。よっしゃ、全部終了。よっしゃ、やったよ、俺とうとう鉄を手に入れたよ、やった46個。この46個ですね、これで確か防具とか作れるんですかね。どうやって置けばいいかは全然覚えてないけど、あ、これじゃあズボン、鉄をレギンス。これ何、どんな感じだったかな、こうかな。あ、これだ、ヘルメット。きた。全然覚えてないな。
あ、いらない、それいらないです、それまだいらないです、いらないです。どうだったかな、全然覚えてないな。頭だろ、胴体、調べてきました。こうでしたね、これか。ああ、これなんだ。テスト、ブレード、ブレードか、ブレードじゃなくてプレート、うん、で足がこうと小さい感じ、プレ、よーし、装備整ってしまいましたな、はははは。あとの鉄ですけど、これでまた武器も作りたいね。確か剣がこれで鉄で作れるんだなぁなんてことを見たり、こうして確かこうか、これだよ、やった、二つ作っといてですね。耐久力あるけど、そんなに壊れるとは思うけど、一応さ、あとは、ピッケルも、ピッケルも作っとかな。ピッケルル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 。ピッケルルルルルル。二つ。よし。いいね、いいね、なんか。充実感がすげえ。あと、今回は探索のためのアイテムだけに絞っておくとして、これはまだ残しておこうかな。鉄の剣と鉄のする橋さえあれば動物探検には問題ないと見た。とりあえず剣する橋、松明を何いくつか持っておくと。こんぐらい持っておけば十分か。ここにこう置いといて、こうで、どうしようかな。探検とか初めてだから、ちょっと、ノウハウとかわからないな。足場用の丸石も用意。あと食料だよ。食料の概念、すっかり忘れてるよ。草さったら肉でもいいけど、とりあえず持っていいかな。焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥。でもって、あと、こんくらいか？念のためにリンゴ用意。ほんと念のため。いるんか正直わからないが。あとそうですね。こんくらいかな。こんくらいだろうね。おし。あとは、来ましたよ、装備の時間が。でー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 。ズボッ、オッケー、オッケー、きたー、アーマーだよ、フルアーマーだよ、俺フルアーマー設計だよ、よっしゃー、あー、これね、負ける気がしねえな、動物の奥のやつにもな、はっはー。あ、なんで俺石も丸石持ったんや、これやで、これよしよし、テンション上がってきたし、早速攻めていくかの前に寝るけどね、確か夜だもんね。まずはここからでしょう。ベーシックな感じの入り口、ここ。ちょっと途中まで松明立ててあるんですけどね。よし、ここを攻めていきますよ。ここら辺ってスケルトンとか折れそうやもんね。よし、ここからは俺のマイクラ力、剣が試される。お、石炭がいきなりあった。まあ、石炭は後にしよう。帰ってきてからにでもいいでしょう。とりあえずどんどん進んでいくことを優先やけど、あれ？なかなか大変そうな感じになってる。やっぱ丸石持ってきとってよかった。これを足場にしていってさ。あとは、ところどころ掘っていったりね。なかなか大変そうなところになりそうです。これはなかなかマイクラ力を鍛えられるって言いたいところかな。いろいろ作業が多くてね、慣れるまで大変ですよね、これ。あ、おいで、よし、いいよいいよ。ちょっとずつ足場作ってね、おいでいくんです、おいでいくんです、押して足で作った通りも全損であります。どうしよう、どうしよう、どうしよう。やべ、どうすればいいかわからない。自分の頭の効率強化しないかんぞ、これは。考えろ、考えるんだ。この辺に、お、これなら降りれる。よし、降りれたな。
石炭の宝石箱みたいな感じになっとる。下手か、コメント下手か。おお、まだ見ぬ世界ですね、これは。この石炭もそうやし、石炭もそうやしね。あ、アイス。おお、案外、いけるもんなんだ。なるほどね。うわ、これ迷いそう。怖迷いそうで怖、これ。ちょっと目印立てとかな。どうしようかな。あ、こっちだ。どうすっかな。マジで目印とかなかったら迷いそうやもん。やばいぞ、やばいぞ。あー、まあ、どうしようかな。この、石炭の上に松明があるっていうのがちょっとちょっとした、あれですね。あれ、なんだろう。印、うん、こっちに帰ってこればいいですよ的な印で、こっちに進撃で行こう。よし。まあ気になるよね、これ。なんかすごっ、こんなんあるんだよっていうのがあるもん。ほら、これマジかやもんな。これ敵がおるかもしれないので注意ね。こういう感じになったんじゃ、マイクラの地下ってすごいな。誰かが作っとるもん。感動的やな。あー、チェストがある。そしてこんな、なんトロッコもあるんじゃ。すごいな。ごまだれ。わあ、いきなりラピスラズリーとか見つけてしまった。やった、なんかすげえ。俺すごいグダグダじゃないよ、もう。こんなんパンや、やった、地味に嬉しい。スイカの種も、スイカの種こんなとこにあるもんな。やった。おいおい、お前ちょっと嬉しいことでやってくれ。バイバイ。やったー、何気にトロッコも確保してしまった。俺すげえ。やってもったわ、これ。やったー、すごいな。ラピスラズリ、こんなに簡単に手に入れるもんなんじゃ。俺の運命力高えちゃん。チャカチャカチャカちゃん、チャカチャカチャカちゃん、川流れる。さて、こっちにもいろいろありますね。できれば鉄とか欲しい。まあ、ラピスラズリ手に入ったけん、もうすごい俺の中では十分な嬉しさが。お、来た。これはさすがに今のうちに回収のパターンやね。あとで見に来てないとか困ったら困るわな、もう。やったー、ゲームオン回収。あ、まだあった。いやー、すげえすげえ。やっぱ地下最高。地下の冒険ばっかしたいぐらいの、そんな最高さがここにはあるね。チャーン、チャカチャカチャカタキノポリ、チャーン、チャカチャカチャカタキノポリ、チャーン、チャーン、チャーン、よっしゃー。にしても妙やな、ちょっと。こんだけ動きよんのに、モブが一匹も出てこん。これさっきのやつかな。あー、さっきのじゃなかった。しかもダイヤモンド出てきてしまった。あー、怖い、俺。やばい、怖い。もうダイヤモンド二つも手に入ってしまった。ホルモンちゃうん、ダイヤモンドって。こんな手に入り方していいん、これ。鉄のインゴットまで。怖ー。俺、ちょっと、馬行きすぎて怖いわ。なんか後で落とし穴あるんじゃん。あ、あるかもしれん。迷ったかもしれん。あー、コウモリ。イエス。ごめんね、ちょっと殺してみたかった。お、こんなとこに溶岩がある。あ、怖。もう貼っとくけどね。なんか妙やな。こう、いい感じに進むようはいいけど、モブの一匹も出てこんな。スケルトンとか出てくるイメージがあったのに。てか出てくるはずなのに。あれ？もしかして出てこんか、出てこんもんなんかな。あれ？宝箱三つ目か、これ。ここは明かりないし、これ開いてないような。いや、まだ入っとんじゃん。ごまだれ。左クリックじゃねえよ。右クリックだよ。なんで俺殴ったし。
あーラピスラズリまた手に入ってもった13個スイカの種パン、うん、スイカの種スイカの種だって農園が開けるね。やったラピスラズリやってやってもった、わやってもった、あ地下万歳やで。おあれもそうじゃない、あーまた見つかってもった、あーあー今度は金のインゴットまで、で鉄のインゴットまた手に入って地味に嬉しい石炭来てもったよ。もうおい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 、あんたいいやん、あんたいいやつやん、うんうん、怖っ怖っ、ちょっと帰り怖いな、こんだけあったらなんかフラグ踏んだんちゃうかなって思ってしまうな。おなんかすごそうなまたあるし、これなんこれなんこれ、これ正直俺知らない、なにこれなにこれなんこれ、これ鉄のピッキでいけるんかな、いけた、なんこれ、ここなんあるんじゃ、正直知らないよ、ブラグダイマインクラな俺なんて言うんこれ、レッドストーン、すげえな、レッドストーンか、4個も出てくるな、まだあるまだある、あー美味しいバラにはトゲがある。美味しいってなんだ。綺麗なバラにはトゲがあるだよ。あ、ちょっと裏があってしまった。裏見てしまったな。気をつけろ。あー、無理だ。しょうがない。埋めろ、埋めろ。でもってこれよう見た宝箱じゃん。ごまだれ。あー、レッドストーン。まだ見っけ。スイカの種。石炭、石炭。パンが5つ。たなこれ恐ろしくいいもん手に入る、トーコとかもういらんよってぐらい手に入っとんやけど、これ怖っ、なんかやばい、あーこっちにも溶岩ある、溶岩避けよう、もう安全策で行こう、俺はあの定番のいいやつ取ってから帰るとき死んだから取れませんでしたよ的なノリはせんぞ、全然せんぞ、ああ、これ金じゃね、もしかして金じゃないこれ、金きた、金の鉱石、まあインゴットも表に入っとうけどさ、やった新たな金が出てきた、わあやった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 、めっちゃやっためっちゃやった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 やんやったやんきたやんやん、なんでモブ出てこんだろうね、もうちょっとモブが出てこんし、こんなにいいもん手に入るし、やばいな、帰りなんかいっぺんに嫌なことがバンバン、お、コウモリちゃんやった、コウモリちゃんやったよ、俺ちょっと運がいいんかもしれん、この時の俺には気づいていなかったんだ、この後悲惨な目に遭うことを。